皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、超強化された、ヴァルキリー使っていきます。マクロスじゃなくて、ヴァルキリー。こっちの方ですね。戦乙女の方と。いうわけでやっていきましょう。このキャラは、スキル発動率がアップしたのと、スキルの威力が上がりました。まあ、そしてかつ、まあ、もう一点あるとすれば、これでいこうか。アビ1の恩恵でスキル発動率アップ小だっけな、なんかあったんですけど、それが大に変わりましたというわけで強化されております、がっつりで。両方やってみたいんですよね。アビさんもやってみたいし、ウラのバルキリーもやってみたいんだけど、まあリーグでね、すべてのバランス調整をやりきるのがちょっと時間足りないんで、トロフィーでもやるんですけど、トロフィーでアビさんバルキリー使っても、それはもうリーダー見えてないからねって話じゃないですか。リーダー見えてないからね、より深く強さがわからないと思うんで、まあソロトロの方ではまあ、裏バルキリーでいいんじゃないかなって思ってて。で、代わりにリーダーが見えてる、このリーグの方で、まあ、アビさんバルキリーやろうかなと。いうわけですね。はい、アバ入れて。ちょっと。ね、しっかりしてよ、マジで。で、なるほど。バホ、こうかな。後ろ任せようか、めんどくさいから。後ろ完全に任して、で、デスが出てくるの待って、出てくるでしょ？で、これ狩られてもらって、寄ってくるからピクシー。スキル発動率入れて、卓越に行く、それでも削りに行って、早く削ったから、これによってピクシーのスキルがいっぱい入ると。いいね。悪くないんじゃない？で、困ったね、問題は。もうすぐ飛んでほしいんだけど、カエルさん。うん。まあいいか。はい。撃った後に移動。え、なんで？ピクシーいいんだけど。は？意味わかんないだろ、それは。え、ガチで意味わかんない、それは。どういうこと？まあ、ひとまずバル行くか。ちょっとマジで謎なことが起きましたね。まあ、スキル発動率上がってるらしいんで。まあ、見てもらいつつ。まあ、ワンパンにはしてないんで。まあ、なんとかなるんですけど、壁がないんだよね、俺今回ね。もう地盤に使い切っちゃったから。飛んでもらって。いいよ。あ、ブルードを壁にするしかないっていうね、悲しい展開。で、このね、上ね、剣士でちまちま押さえてるのバラないようにしたいね。バルキリーが来てくれるんで。オッケー。バファメットも来てくれてる。いいね。オッケー。まあ、抑え切ってくれたね。抑え切ってくれたんだけど、カエルはまあ、シャークにやられると。まあ、こうしょうがない。いや、トレ取られたのマジで納得できないんだけど。え、意味がわからない、マジで。剣士置いたら、剣士避けながら、剣士避けながら、なんか多分なんだけど、このバハメットのさ、小ヤギの方を索敵して、小ヤギの方に移動して、で、剣士を避けて小ヤギの方にターゲットして上に上がった瞬間に、バハメットの小ヤギが対象を消えて取り取られたと思う。えぐいえぐいえぐい。その隙間塗ってくるのやめてもらっていい？以前のバルキリーの強化で、そもそも通常攻撃が全体攻撃に変更されて、スキル打たなくてもまとめて攻撃できるよって。剣士邪魔だなって、スキル打つの待って、いつまでも剣士ポチポチしなくても、全体攻撃だから範囲で巻き込めるよ。ただし、まあ通常攻撃だけだと剣士ワンパンはできないんだよね、みたいな感じだったんだよね。足欲しいか。これでいいんじゃない？これでいこうか。だったんだけど、そう。今回威力も上がったし、発動率も上がって、倒しづらかったけど、バンバン倒せるようになってすごく強くなった。結構ガチキャラだね、バルキリー。アビさんはね。今までは、アビさんなら使ってもいいけど、まあ別に、無理やり使う必要ないんじゃないって、ぐらいの評価だったんだけど、今のバルキリーは、アビさん、あ、強いよ。めちゃめちゃ強いって感じ。わかりやすく言うとね。飛び切らないね。まあでも取れるとは思うけど、さすがに。うん。桜行っていい気がする。ドラゴン猫到着待ってると。行こうか。早めにね、出して、第9なるほど。でも、火力すごいから、結構いい感じに滅ぼしに行けるんだよね。朝倉で竹取ってあげて、コラボ猫とかも追加してあげて、なるべくね、食らわないようにしてあげよう、バルキリーが。第9痛え、マジで。うわ、それ痛えな。ちゃんと第9引かれてるし、それも痛えし。じゃあ一体、引きどこか。第9あと一回あるけど、アーチャーの攻撃がなかったら、このバルキリーめちゃめちゃ生きるから、
あちゃんの攻撃食らわないように切ってあげて、本体のね。おお強いでしょこれ。今の最後のスキル今までだと倒せないよ火力的に。もう全然いいよ、勝手にガッツ来てくださいって感じ。一応ね、バルガ自体はピクドラでも狩れるんだけど、まあ、バルキリーがいた方が狩りやすいよね圧倒的に。まあ、ブラドルでも置いとくか。倒してくれた、まあ、爆発でやられるけどしょうがなし。ピクシー行ってもいいけどな、ここなって思ったけど、なるべく残してあげたいから、ちょっと待ちね、これちょっと待ち、ちょっと待ち、バルキリーのターゲット持ってきたい。 OK 来た。あー死んだから最後のアーチャーの攻撃食らいたくなかったね。これ食らわないで進めたらもっと簡単にバルガ落としてみたいなことがあったけど、まあまあでもしょうがない。おー来たぞ、なんか来たぞ、なんか来たけど、朝倉流そうか。ここはボコれるじゃん、ここはボコれるからボコってもらってこういって、お前追っかけてくれる、それ追っかけてるね、まあ、一応ブラが置くか、置くキャラいないしな、もうな、ここさえ取れればね。あとバフメット前送ってワンパン狙いに行けるんだけど、朝倉入ったね。オッケーオッケー。前の時代すごい強いキャラなんだけど、特にリーダーとかめちゃめちゃ強いんだけど、バルキリーいるから、バルキリーでね狛犬を切りづらかったんだろうね。バルキリーいなかったらもうちょっと狛犬でね、解除しまくるみたいなのできたと思うんだけど、早めにね、バルキリーいるから落とさないと無理だみたいになったと思う。ありがとうございました、美味しい。はい、それでは続きましょう。お相手ヒュドラ。ヒュドラか。特に困んない。バルキリーからしたら特に困んない。リーダー自体は。てか、リーダーで、バルキリーがあのリーダーきちいってなったらかなりきつい。そもそもそこでね、クソきつくなってる。けど、リーダーできつくなくても結局裏だから、きついのって。裏のキャラだからさ、あんま関係ないんだよな、リーダー。足に分けいらないな。惜しいな。まあ、トルデが削りづらいけど、まあ、行くか。魔導ブラドか。まあ、白前は魔導でいいんだけど、迎撃がちょっと3枠は多いね。中型で3枠は多すぎる。けど、トルデ配置有利だね。こっちが先に取りやすい配置。第中等か。で、相手2023の、壇上入り持ってたから、強い人だよ。誰かわかんないけど、名前隠してから。真下から取れる。で、何から行くか。後ろはね、魔導でいいから、俺カエル来ても一応ね、見ればするね。アーチャーか。なるほど。一回様子見。あ、ここはバル。さすがにね。で、ブラドで、直そうか。直して、バルの、バルがね、スキル発動上がってから撃ってくれれば、ボコボコにできるんだけど、まさかのカエル。しかも第9入り。ここはしょうがなくて、いいとして。問題はその、この先だね。あ、バルキー下逃げてくれたから、これは任せようか。ここでね。ぐずってくれれば、バルキーこの場で殴り続けられるから、これ倒せるね。オッケーオッケー。もう強いね。ただ相手がちゃんとキャラも切ってる位置が偉いから。って思ったけど、いい感じに殴れる？オッケー。いいんじゃない？かなり嫌がってくれてはいる。で、カエルが来てと。これ止まれたら死ぬね、バルキーね。あ、まだ耐える。偉いね。耐えるんだ。まあでも死んだね。まあしょうがない、ここは。で、個別に飛んでもいい。これ後ろ窓いるから、関係ない。こいつは見れる、普通に。カエルあと1体かな？回復してあげて、直して、攻めようか。大型来るかな、さすがに。まだ来ない。まだ来ない。相手攻めらんないね、札ね。はい。行こうか、ピクシーね。魔導で任せられるしね、後ろね。じゃあ、ここで大型来るでしょ。あー、そんな感じ。なるほど。これ、大型ってか、窓合わせてもいいな。死んだね。けど、さて、あとは時間が足りるかどうか。コストはいっぱいある。さあ、グズル直して、城上の、あれもめんどくさいし、倒せるけど、問題この後。まず取ってほしい。本来と話にならない。取れたらワンチャン。バルキリー？バルキリー？バルキリー？まあ無理やねー。あ、迎撃をついたのとフォアが一生詰まった。下降りてくれたらワンチャンだね。はい、ありがとうございました。窓いいね、やっぱね。
バルキー使ってるとカエルめっちゃ引かれるから、すげえめんどくさいんだけど、魔導がいると、それも見てくれると。はい、ピローリーローリーってなんだっけ、全然出てこない。何のキャラかわかんない。出てきましたね、何かが。何かがいる。あれ？パピオンかもしかしたら。パピオンな気がしてきた。あの声。そんな気がする。当たったらすごい。おい。で、2022のダンジョン持ってると。頑張りましょうか。で、バルキーね。あ、悪くないけどね。行こうか。まあ、カエルが来るときついから、ビートルだね。カットしてあげたいね。できればね。で、アヌビス切りたいんだけど、下のラインにね、相手が足早いから2体ババって切られたら、無駄になっちゃうなって思ったんだけど、俺の方が早いこと祈って。これで俺の方が近かれ。俺の方が近いんじゃない？ほら。はい、オッケー。いいんじゃない？当満握りして、甘えないようにね。あの、当満一体好きとなったんだけど。なんで？連鎖しなかった。珍しいね。え？剣士が行く。オッケー。ちょっとバルキリー上目から切ろうか。攻めでね。バルキリーはね、俺的には基本的に守りで切るの、守りだけで切るのはすごいもったいないと思ってて、それは弱いんじゃないかなって思ってんだよね。避けてくれた。まあ、風船食らっちゃうけど、終わりに行こう。一発食らってんだよな。うん。耐えて、OK。戻ったら死ぬかな、これ。まだ死なない。OK、OK。あー、ブレイズ死ぬ。さすがに。あー、まあ、しょうがないね。相手、対空引きすぎだからね、これね。ビートル出して。猫からでもいいよ、それ。ちなみに。まあ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 。どっちからでもいい。で、あの、もう一体チビクロいるから、俺、チビクロ取っとかなきゃいけないね。で、問題は？ピクシー行きたいぐらいか。あ、そっち行く？ピクシー行こうか。ミノ行こうか。スキル打ってくれるから跳ね返しを食らわない。最初ね。一発目はね。で、強化されたブルドラが来たけど、あ、まあビートルで。これ勝ってしようか。カゴ打った。跳ね返す、その水で。大量の水跳ね返せ。と、それで倒せる。はず。倒しきれないか？え、負けてんだけど、パピオンに。意味わかんないだろ、それは。なんで負けんだよ。負けるすないだろ、そこ。最悪なんだけど。じゃあもう、こう行くしかないね。それで譲って。相手剣士嫌がってるけど。オッケー、取った。もう、まあ、前だね。こうだね。え、なんでみんな負けたの？これ猫寄ってくる？もしかして。ちょっと怖いわ。バルキー強いよ。めっちゃ強い。はい。なんでミノ分けたのこれ今回。あれに、パピオンに体力半分以上残して。打たなかったのかな、ちょ、俺見てなかったんだよね。ちゃんと。スキル全然打たなかった説ある。幼虫の時に打って、みたいな。成虫してから打たないで殺された感あるかな。あ、うまっ！マジ？俺2800あるけどね。めっちゃうまいじゃん。ありがてー。はい、それではね、ラスト行きましょうか、ラスト。お相手ヒュドラリーダーというわけでね。まあ、バルキリ使ってるとヒュドラは困んないんだけど、まあ裏のね、対空でどうだろうってとこだね。変わらず。もうバルキリーはね、昔からそう。ずっとそう。で、その中でバルキリーの今回フィジカルが上がったから、戦いやすくなったよーってぐらいだから。うん、ちょっと偏りすぎだね。中型戦できないからダメ。首が見れないね。なるべく首は見たいんだけど、まあこれでもいっちゃおうかな。今回キャラ数多いから、マタンゴ城を前に切って首見てもいいかもね。で、まあバルキリーとね、ちょくちょくね。あ、まあ、今期じゃなくて、今期はまだ当たってないよ、そういえば俺。珍しいな。強化されたのに今期まだ当たってないわ。なんだけど、その前とかね、バルキリーちょくちょく当たったんだけど、俺いつもなんか対戦相手から来るバルキリー出てきて、ね、思うことがあって、こっちのキャラ見えてないのに、トリデューラに切る人多すぎるんだよね。だからドローになるって思ってる。2体もいるんだから、1体ぐらい前で切っていいんじゃないのって俺は思ってるんでね。まあ、もちろん、その人によって使い方違うだろうし、立ち回りが違うと思うんだけど、俺はこうやって切る。相手のトリデュー前に圧をかけたい。こうやってね。まさかが運ゲーしてる。えぐいね。さあ来たよ。したら？お次のタイミング？ピクシー？パターンこれ決断しなくていいね。引かないからね。で、スキルって？バルキーと一緒に？やつを？倒しきる。強い！マジ！バルキー残ったんだけど。ただ死ぬね、これは。あー、すんげえ角度から撃たれたわ。カマキー流してくるけど、まあ関係ないね、俺からしたら。さあこれね、スキル使ってくれた冥府の門使ってる跳ね返しが発動して、バシ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 と。素晴らしいダメージ。まあ、バルキリー行こうか、もう一回ね。まあ、タンゴ使っていいね。当たるよね、上。オッケーオッケーオッケー。いいよ。
ワイラ強すぎなんだよね。これどういこうかな。まあ、倒すじゃん。で、これ下降りてくると思うんだけど、バルキリーが。降りてくるタイミングが、これが。タゲ取りたい。オッケー。これ効かないって、それは。無理だって。これマタンゴ見てる、見せてるじゃん。マタンゴ見せてるのに、それは効かないよ。ヒドラもね、リーダーめちゃくちゃ強いんだけど、まあまあまあ、バルキリーと挟んで、火力出してあげれば問題ないと。裏技使ってないわ、全然。一回しか使ってない。もったいないね。ちゃんと使えばよかった。裏技しっかり使ってればコストこれ、10いけたかもしれないし、ちょっともったいない。まあ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 。というわけで完全勝利ありがとうございました。バルキリーめっちゃ強いんだよね。ただね、ワイラがね、バルキリーに対してね、一応バルキリー有利相性持ってるんだけどね、持ってるとは射程負けてんだよね。あと、普通にかなり削られる。意味わからない。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。スキル威力アップ、そしてスキル発動率アップ、めちゃめちゃ強化されて、今回ね、アビで使ってきました。アビさんでね。で、アビ1はね、これ見て、スキル発動率大きくアップってね、小から大きくに変わったんだっけな、確か。だからこれもね、気になってて。まあ、これはね、トロフィーの時でもいいかなって。サブリーダーで使ってみようかなって思ってます。射程距離がね、アップしますから。アビ1の場合、リーダーじゃなかったら。そう。まあ、多分その代わり1体しか召喚できないけどね。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。